古典バレエをはじめとしてバレエ団オリジナルの大作やそして、現代の振付家の作品それから新作にも意欲的に取り組んでいます。それを独特の品のあるロイヤルスタイルを保ちつつ演劇的要素をたくさん取り入れたドラマチックな作品が多いことが英国ロイヤルバレエ団の大きな魅力だと思います。世界各国から入団しているダンサーたちも素晴らしくその装置や衣装に至るまで細部にこだわり抜いた総合芸術を見せてくれるのも魅力の一つだと思います。次の世代のバレリーナなどを通じてバレエの魅力を一人でも多く伝えていけたらいいなと考えています。また難民支援や東北復興支援のボランティアやチャリティー活動などをしていきたいと考えています。映画館の大画面では舞台では見ることのできないダンサーたちの細かい演技が見ることができます。実際の劇場では遠くなってしまいますけれども映画館では、ダンサーたちの息遣いが聞こえるほどの、距離で大変迫力のある映像が見られると思います。例えば衣装の細かいところまで見ていただけたら普段とは違う面白さが見つけられるかもしれません。作品にもよりますが演劇的バレエの場合はもうただただストーリーに入り込んで楽しんでいただければいいと思います。セリフのないバレエは全身で踊りで表現する分心の奥深くまで伝わってきます。ダンサーたちの優雅な踊りには長年の過酷な訓練がありまして、それは痛みを伴うことによって美しいラインを作り出したりします。その優雅な踊りや美しいラインを楽しむこともバレエの魅力の一つだと思います。映画館の大スクリーンで見る衣装装置の素晴らしさ豪華さとともにオーケストラの奏でる音楽も堪能してほしいです。音楽と一体となったダンサーたちの踊りは何倍もの迫力で迫ってきます。私が長年在籍してプリンシパルとして踊ってきた英国ロイヤルバレエ団の魅力を余すところなく見ていただければ嬉しいです。世界のどこのバレエ団とも違うロイヤルバレエ団を大スクリーンで観劇すればまた新しい発見もあると思います。皆様それぞれの楽しみ方で実際に劇場に行くよりも気軽に映画館に足を運んでいただきたいと思います。